大江こと、大江こと観光7年7月24日は、平安時代中期、一条朝の貴族、文人、大隅守る、大江中戦の子。子に、政権、金方がいる。家には、十四人した、四季武剣大輔大江恩人の矢者子、千子の彦、これ秋の孫、大隅守る中戦の子。政剣、加減の弟。同時代の大学者。 大江正平とははとこにあたり、文史として並び称され、合作したこともある私有である。はじめゆげすくねを名乗ったが、長宝5年頃、大江生に服した。漢学を藤原篤重に学んだ。小6以上文章特行生から見起こし、長宝3年8月15以上、長宝から観光年間にかけて文章博士を務め、事務所有を経て、 十四位加式部権大輔に至った。世に、卒との型人ともくされるほど、藤原コレチカと極めて親しく、そのため、コレチカが失脚した、蝶徳の変後、蝶徳2年10月10日の樹木で、ひだご森に左遷された。その後も関東においては不遇で、反安官雲の司祭の核が一条天皇の知るところとなり、倉人に部任されそうになったが、左大臣、 道長と天上人たちが承認しなかったので、ことは立ち消えになった。不満やる方ないことは、帝が関心に疑問されたことを風刺したしく、高葉と普遍見張るがん、鹿馬加盟に世情を放言した。それでも天上人は、湯気の登らんとすと、湯ことの救世湯気をもじってひにくったという。ただし、道長が湯ことの関心を評価していたのも事実のようで、道長の 未同関白期には、大江正平と共にもことをたびたび自らの視界に招いている。観光7年7月24日、同年初めに皇居した、これ地下の後を追うようにして即居した。他に、源の年方、藤原光勢友平親王との進行も施策から伺える。その文体は自由奔放で新規な思考が目立つが、言い換えれば、死で法則を無視した者が多く、 とても高額には真似することができないと、大江正夫さに評されている。その終作に対して、吉重の安種がネタにも似た簡単を発したことがある。吉重の安種はまた、友平親王の問いに対して、遺骨の詩文は、白書の定前、水晶の影の下、両王をそうするがごとし、新規であると評した。友平親王からも遺骨は詩文において、上手と称賛された。 異コは、同時代の巧妙な文史である、キヒ氏名の死を批判したことがあり、自らも、文才を自負していた様子が伺える。一条朝氏団の死化衆である、本朝霊物の日衆数は二十種で、二位の友平新郎を抜いて、最多日衆を果たしている。和漢楼英衆、本朝門随、新鮮楼英衆、和漢検索衆などにも、詩文を取られている。異コ十八条、 いことじょ一条があったことが平安末期を生きた藤原道。和歌の方は鹿和歌集雑下に網路には沈む三ずもなかりけり、宇治のあたりに我やすまま氏の一種が日衆している。高断章には彼の私文にまつわる逸話が多く収められている。ありがとうございます。